立浪ドラゴンズ一番の被害者が判明。ライデル・マルティネス40登板26セーブ防御率 0.23。 この怪物さ話題にならないのがやばい。どんだけ頑張っても優勝に貢献できないという最高にモチベが上がらないチーム。実際ソフト以上かもしれないのにソフバーンじゃなく中日にいるから話題にならない。8月たったの3セーブってやばいやろ。スアレスとどっちが成績へメジャーいけるレベルなのはわかるけど、セで一番猶予さえがセで一番出番ないからな。こんな要塞メジャーにもいないと思ってるぞ。ただ登板機会がないのが弱点なだけで、成績の割に年俸もにデジニナでになんて、新外国人でもこれくらいの金額で NBP の球団に入団するやついるのに、何年も NPB で実績あって年俸まだに止まりって。中日が負けの時ばっか注目されるからだろう。そんなに中日好きなら隣勝った時も見てやれよ。ご視聴ありがとうございました。